はい。それございます。上司が教えてくれない営業のコツ、今日はリピートしない理由っていうことをテーマでお伝えをしていきたいなと思っております。えっと、ご相談をいただいてまして、えっと、健康系というか、サプリメントですかね。ま、まあ、えっと、とうとう扱っている会社さんで、えっと、まあ、継続、定期購入をしてくれるんだけども、3回目の離脱が非常に多いですと。で、5回リピートすれば大会率が一気に下がるっていうところで、そこまで分析できているわけですよ。 なので、ポイントとしては、まあ、一番多いのがやっぱ初回でやめちゃうってケースが多いんですが、初回、3回、5回っていうところは、まあよくあるまあ離脱のタイミングなんですよね。なので、まあ、そのタイミングでいかに離脱を防いでいくのか。 で、その山を乗り越えてリピートにつなげていきましょうっていうところがまあ今日お伝えしたいテーマということでございます。で、ちょっと今日は先に書かせてもらったんですが、リピートしない理由っていうのが何があるのかって話なんですが、基本的には5つしかないんですと。そもそもサービスを使い切れていない、使いこなせていない、使ってないっていうケースもあります。で、あとは成果が出ない、コミュニケーションが不足しているっていうところで、なんか字が最後斜めになっちゃってますけど、基本的にはこれなんですよね。で、 これだけが理由じゃないんですよ。これらが通してどういうことかというと、期待値が減ったっていう、期待できなくなったっていう、これが下がってるっていうのが一番本質的な問題ということですね。なので、今これ以上この商材を買ってたとしても、使い切れないからもういいやであったりとか、なんか買ってお金払ってるけど使いこなせないなって。 っってていいうう場合っていうのは使い切れない使いこなせてない使っていないから、まあ、これ以上良くなるイメージが持てないとでそれが払ってるお金に対しての価値が下がってしまった場合っていうのは、まあ、そのお金の分の見合った価値がもう出ないよなっていうふうになってしまった時に、まあ、当然お金を払うのをやめてしまうということです。要はリピートしないいっていうのはき 簡単に言っちゃえば、もうお金払うの止めてくださいっていう話なわけですよ。なので、お金以上の価値を得られそうだっていう期待をいかに事前にしっかり作っておくのかっていうのが大事なことなので、それはリピートをしてもらうにあたっても、基本的にはです、ね、いい商材、使った方がいい商材に関しては、使い続けてもらってで、そこで恩恵を受け続けている状態が作れていれば、基本的に人って辞めないんですよね。ここれは実は実面白いところは 使い切れてないとか使いこなせてないんだけども買ってし買い続けてる商材とかもあるわけなんですよ。例えば何かっていうと日経新聞とかそうですあの。日経新聞の電子版とかでずっと購読をしている人が本当に全部の記事を読んでるかって言えば大半読んでないんですよ。で読んでないけどなんか社会人として日経新聞は読んでる、読んでないとなっていう気持ちが大会をさせなかったりするわけですね。これは使ってないし使いこなせてもないし使い切れてはないんですけれども 要は辞めない理由っていうのは自分が持ってることに対して価値があるっていう、まあ、要は社会人としての自分の自尊心を維持しているって話なのでそれは商材自体を使ってないんですが使ってない全く使ってないわけじゃないんですよ。自自分の自尊心維持ににお金を払うこと,にとって 通ししてて維持してるるそれある意味使ってるなななんでですよねなのでリピートしない理由っていいうのは使い方が分かんない時っていうのは結構大きいわけですよ。なで使い切れない、使いこなせない、使っていないっていうところも結構ここは思い込みが大きいんですよね。なのでリピートをさせるためには使い方の提案っていうところはちゃんとできてるかっていうのはすごく意識をしなきゃいけないポイントで、 思い込みなんですよ、基本的にこのあたりっていうのは、使い切れない、使いこなせない、使っていないっていうところは、思い込みがそうさせてそう思わせてしまっているケースが非常に強いので、この思い込みをいかに払拭させるのか、そのためにコミュニケーションの不足っていうのが大問題になっちゃうわけですよ。 要は、相談しても答えてくれないなとか、これそもそも誰に相談していいのか分からないみたいな状況になってしまうと、思い込みを払拭させることがしづらくなっちゃうんですよね。なので、そうならないようにするためには、定期的なコミュニケーションっていうのを、ただ、詳細と、 お金をもらう、商材を送る、サービスを納品するだけじゃやっぱ足らないんですよ。長く使ってもらうためには、この期待値を維持する、向上させていかなきゃいけないので、そこの期待値調整をするためには、やっぱりコミュニケーションの不足っていうのは問題になってしまうと。で、まあ、そういったところから、事、まあ、実、成果が出てなかったとしても、続けてくれる人はいるんですよね。なんでかっていうと、期待が持ち続けられるからなんですよ。なので、期待値をコントロールするためにも、コミュニケーションを取れる環境、状況をいかに作って ておくくののかっていうのはすごく大事なことでコミュニケーションツール、コミュニケーションの環境の整備っていうところは、まずリピートを維持するために、まずやるべきとで、コミュニケーションで何を取るのか、どう取るのかなんですが、これは使い方の提案だったりとか、実際に使っている人の声であったり、事例であったりというところを発信したり伝えてあげる、でそれはまあ伝え方をいろいろ工夫してあげるみたいなこととかをやればやっていくのが大事かなということですね。 なので、その結構やめさせないために、そのまあ、今回でいけば3回目のタイミングでやめやすいから、その3回目のタイミングでなんかキャンペーン的なものをやったりとか、無料で何かプレゼントしたりみたいなことをやるケースも多いんですが、それは決して悪いわけではないんですよ。悪いわけではないんですが、コストがかかるコミュニケーションの取り方なわけですよ。けど、その手前で定期的に継続的なコミュニケーションが取れる状況、環境、は施策っていうのを取っておけば、そういうことをしなくても続けてくれる人は多いはずなんですよ。なので、お客さんを買ってもらった後も、リピート顧客だ からみたいな形で、まあ、ストック型のビジネスですよねスストック型のビジネスだからもう放置してるっていうケース非常に多いんですが私もコミュニティビジネスをやってたというかコミュニティの運営をしていたのしているのであの気持ちはすごくわかるんですが大事なことはいかにコミュニケーションをちゃんと取り続けるのかっていうところが大事なので,でちょっとその点を意識いただいてコミュニケーションを切らない施策状況作りっていうところはしっかりと 環境を作っていいたただきたいなと思いますなので、今回3回目の離脱をどう防ぐのかなんですが、とにかくその商材を使う人たちからすると、まあ、1ヶ月に1回購入していくっていうところで考えれば、三ヶ月目、まあ、2ヶ月目、3ヶ月目のタイミングで、一旦の結論が出るタイミングっていうのが3回目なわけですよ。で、何の結論を出しているかなんですが、やっぱちょっとうちには使い切れないな、余っちゃうな、だったりとか、まあ、ちょっと使い,こなせ使いこなせてる気がしないな、そもそも使ってなくねみたいな話なわけですよ。 なので、ちゃんと使えるような提案をするっていうところを意識していけば、そこは解決につながってくると思いますし、もしくは入り口で期待値上げすぎてしまってるみたいなケースもあると思うので、そこの期待値の調整っていうところも意識いただくと、リピート率の改善っていうところに貢献すると思いますので、でちょっとその点を意識いただいて、リピートしない理由っていうのは基本的に5つですなので、その5つを解決するための方法、考え方っていうところを、施策の中で盛り込んでいただきたいなというところが、今日のアドバイスでございました。はい。ということで、今日はリピートしないお客さんに対して何をすべきか ということをテーマでリピートしない理由から解決策を考えていきました。えー、今日の動画が参考になったら勉強になったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンもしていただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。